はい、山口敏太郎です。徳島に行ってきました。徳島の友人の結婚式でバブルガムブラザーズのコンサートと一緒に踊ってきました。四国は2晩死ぬほど飲まされました。もう2日目で頭が痛いです。山口敏太郎の日本大好き。はい、こんにちは、水木のあです。はい、山口敏太郎です。はい、今日ナブさんいない。ナブ君ですか。はい、どうしたんですか。ね、多分ね、マリファナ海溝に沈みましたそうですか。あら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 、もう海坊主の道を邁進してますよ。そうですか、じゃあもう会えないのかしら。わかんない、まあ、ハゲ散らかしてどっかに漂着するといいんですけどねじゃあその代わりといってはなんですが、そうですね、今日は大物のゲストがいらっしゃって、神戸市民の南部君が、バカにしてる明石から来ていただいた。え、バカにしてるんですか。明石方面を神戸市民はね、ちょっと舐めてるんですよ。そんなところあるんですか。皆さんに叱ってもらわないといけない。そうですね。じゃあ神戸、その関係をちょっと聞いてみたいですね、地元の方からね。日頃村さんがね、そういうの話さない内容を今日は聞きたいと思います。そうですね、はい。じゃあ、UFO コンタクティで UFO 写真家の村信之さんです。はい、いらっしゃいませ。村さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。最近はね、村さんが売れてきちゃったから、ろくに写真も撮ってないのに UFO 呼べるとか言ってるおじさんがもう1名出てきたりね。もう1名出てきてる知ってるじゃないですか。誰だっけ。真似する人が出てきますよね、模倣犯というか。ねえ、もうそういうフォロワーが出てくるぐらいの、もう人気者になっちゃうんですよね。いや、しかし本当に村さんのおかげで私も素晴らしい大きな UFO を見させてもらったんで。あ、ミラノ座で呼んだんですよね。そうです、ミラノ座で。はいはいはい、はい。あれは、無線ですね。ムーの三上編集長と村さんと、やっぱりいたんですよ。矢尾さんも。矢尾さんも。矢尾さんも。でも矢尾さんは屋上には上がらないって、いらっしゃらなかったんですよ。あ、そうなんですか。そのままお帰りになっちゃったんで。その後呼んでたら来たんですか。そうです。屋上に来ました。3機来ましたよね。そうですね。はい。へ、その方向にもね、見えるっていう方が、あ、そうだったね、相当目がいいんだなと思ってね。あ、本当に。なんかこう、やっぱりあるんですよね。あそこに、ちょっとフォーメーションしてますねっていう。そうだったんですか。私はもうみんなが見えている3機の横に静かに移動するやつしか見えなかったんですけど。ミラノ座の最後のイベント、最後のイベント。さよならイベントで出てきた。そうです。宇宙人もじゃあ映画館が閉まるの悲しくて。ねえ。駆けつけたんですか。マーズ、ラストデイオブマーズっていう映画の試写会をやって。それ最後の日ですか。最後の日です。ミラノ座最後の日でもあったと。あったと。そこで村さんが UFO を呼んで花を添えたと。びっくりしましたね、あれは。いいですね、なんかね。ね、今日の日本大好きにはですね、岐阜の FM ワッチと、愛知のラジオサンキューと、徳島の、ビザン FM ビザンとね、浅草 FM と4局ネットなんですけど、まあ、神戸ではやってないんですけど、神戸出身の南部一子というハゲがいまして、このハゲがですね、兵庫県の他の地域と神戸は別格やと日頃から豪語してるんですよ。どうですか、兵庫県民としては。兵庫県民としてはね、日本標準時が明石を通ってるんですよね。そうですよね、はいはい、そうそう、神戸市は通ってないんですよ。ちょっと外れ、ちょっとかすってるという感じですね。かすってるぐらいですね。ですから、そのね、中心はその明石にあるんだっていう、その何を抜かしとると明石の方がもう基準やでと。基準なんです。そんなの神戸とかチャラチャラ言うなと。時計を操ってるのは全部明石。時間を操ってるのは明石、明石の人から見て神戸の人のことをこうなんか悪く言ったりしたりすることはないんですか。それは聞いてないですね。淡路から明石にこう来てますからね、ラインがね。ああ、そうですね。じゃあ神戸の人の方がむしろこう騒いでる感じかしら。いや、それまあ、でも南部さんだけかな。いやいや、神戸市民はどこか、自分どこ出身っていうと、神戸市、神戸、神戸っていう、横浜の人が神奈川出身って言わないでしょ。言わないです。横浜っていうんでしょ。はい。これ横浜市民は相模原とか、ちょっと小田原とはちゃうで俺は横浜やで。で、神戸市民も明石、話にならんだと
そういうのはありますよね。ちょっと都会じみてる、ちょっと過去ですね。神戸の人はそういうのがあるのか、都会だから。ちょっとね、それはもう許しがたいね。うん、まあいろいろあるんですよ。いろいろあるんですね。まあ、標準時は、標準時は明石でしょ。135度は明石ですからね。はい、教科書に書いてありますよ。淡路島はもともと徳島ですからね、あれ。あ、そうでしたっけ。まあ、今言いませんでしたっけ。淡路島は徳島。あ、淡徳島藩ですよ。淡徳島藩だ。淡徳島藩の師範が淡路島だったんですよ。うんうんうん、だから淡路弁と徳島弁は似てるんですよ。はい。うん、徳島弁、淡路弁、加古川とかね、明石の言葉がこの罪な似てるんですよ、うん。ちょっとずつ違ってくるんですけど、うんうん。でね、あの、明治に入って伊藤博文が兵庫に挙げたんです。はい。徳島から切り離して。もともとはそこは徳島県なんですよ。徳島県か。淡路島は。うん、そうか。それやのに、うん、淡路島のやつは、うん、自分ら関西やけどもみたいな俺ら関西人やけどもみたいな君たち四国の田舎とは違うなって言われる時あるだもともと同じ地域だったのにた、うん、それも結構最近まで100年前まで一緒だったのに、ね、うん、いやそんなんずるいみたいなねえ、もう地域差はいろいろありますよね。うん、そんな明石から来ていただいて、はい、明石から来ていただいて、はい、今日着いたんですか。いや、昨日ね、はい、テレビ神奈川の番組で、夜あの、UFO 呼んじゃって。昨日も呼んでるんですか、すでに。呼んでるんですけどね。もうね。昨日テレビ神奈川です。ちょうどね、はい、あれ、あの、横浜イングリッシュガーデンっていうところでやったんですけど、はい、ちょうどね、あそこが飛行コースになってるんですよ。でね、飛行機が飛んでるのか、UFO が飛んでるのかわかんないっていうか、その UFO もね、ちょっとわかりづらい。飛行コースというのは地球の飛行機の飛行コースそうなんですなってる。昨日どこに泊まったんですか。横浜に泊まったんですか。横浜に泊まりました。あら、はあ、あ、じゃあ今日横浜から事務所へ。こちらの方に、はい、それ来たんですか。あら、どんな UFO が来たというよりもね、反応がね、すごく出るんですよ、はい、水晶のダウンギングとかいろいろなのね、はいはい、あの来る方向と今あの回ってますよっていうその反応がね出たんですよ。ですからね、飛行機が目立ってどれがどれなのかわからないっていう感じでね、まあ区別がビデオ映像をねこう見ながらそのこれはちょっと分けたいと思うんですよね。ああでもこれからじゃあ解析が解析していきたいと思うんですね。はい、すごい、もうテレビ神奈川まで出てるじゃないですか。すごいですね。MX も出ましたもんね。あれいつでしたっけ、うん、去年でしたっけ、今年でしたっけ、去年も今年も出たんです、はい、そうなんです。2年連続でね。関西の人が MX とかテレビ神奈川出ないですよ。そうです、珍しいかも。結構売れてます、売れてきてますよね。うん、でブロマイド作りましたもん、ね、ブロマイド作って浅草で、本当に？あれ、今度ライブで売りましょうか。でも村さんのブロマイドを持って空に掲げてたら UFO 来ますからね。来るかもしれない、ね。来るかもしれない。私買っちゃおう本当に、うん。本当やな。ねえ、買いますよ、買いますよ、買いますよ。だって UFO 来るかもしれない。うん、でも最近本当に打率高くなりましたよね。うん、そうですね。前はだって五分五分ぐらいだったでしょ、下手したら。でもね、なんか大内小内はね、うん、飛んできてるんで、うん、最近でもものすごいでかいとか、はっきりしたの、うん、大きすぎるんです、最近ね。最近ちょっとね、心配してるんですよ。大きいのが来たらね、なんか、うん、なんかあるのかなっていう。やっぱりなんか地球にとって。そうそう、異変的なものが。うん、天変地異的なものか、はい。で、ね、うん、お忘れでしたか、ね、箱根のあれがこうちょっと怪しい時に御殿場に来てくれいうことで DVD 制作で今ちょっと発売中のね、はい、あれで最悪やった。そうなんですよ。そうなんですか。道路とか封鎖されてる時に俺と村さん呼ばれてね、うん、ね、なんでそんな時に。いや、わかんないです。それもね、もうなんかね、プログラムされてるんじゃないですかね。こんな時に箱根に行くのか、御殿場に行くのかっていう感じでね。ものすごい憂鬱でしたよね。噴火したらどないしようみたいな、行ったんですよ。大変だね。やっぱね、心が落ち着かないんですよ、うん、で、その御殿場のね、うん、あの時御殿場 の自衛隊の演習場でドッカンドッカンやってましたね。やってましたね。あれがね、こうドキッドキッするんですよね。で、その中でこう呼んだんですよ。だからね、うん、ちょうど富士山の、西側の方からずっとこうね、
ベターンしてる。はい。お天場の上でターンしてっていう感じのがね。あれも でかかったですね、結構ね。あれも、富士山のサイズがでかいですからね。はいはい。ちょっとこう、あの大きいやつでもね、あんまりその大きくは感じないんですよ。感じないけど。あれだったら、その比較してみればね、相当大きい。UFO が大きい。相当でかかったですね。ですね。六甲山規模の山じゃないですからね。うん。富士山の上ですからね、うん、相当な大きさがある。あの曇りだったんですよ、はい、どんよりしてたんですよ、うん、あのやりだしたらね、こうバーッと奇跡的にこう晴れ出してね、雲がこう寄っていくんですよ、で富士山のこう前景が見えるような感じまで出てきてね、ちょっと雨も降ってましたね。もうだからね、もう村さん最近の打率はめちゃめちゃ高いし、うん、結構明確に、前はねぼんやりした時もあってたんだけど、うん、結構明確にビジュアルが映るようになってきて、もうあの大体方向がね、あの富士山の西側ですよとかね、うん、あのまあ、あのイベントで、あの北の方にちょっと向け、あのカメラ向けて皆さん、あのこうシャッター切ってくださいねと。いう、うん、あの感じでその言うとね、だいたいそっちの方にこうと来てくれるんですよね。はい。だからもう、まあ、テレパシーって言いますか、そういうのがこの、まあ、聞こえてるんですよね。へえ、うん。で、ねえ、あの先日、まあ、4月なんですけど、うん、イベントね、はい、代々木公園のね。あ、代々木公園。あの日は雨でしたよね。雨だったんですけどね。うん、やっぱりね、あの、協力してくれてましたね。宇宙人ですか？ええ、あの、結構ね、参加者の1割くらいの方がね、はい、500人ぐらいは来てるんですよ。あ、そうなんだ。ちょっと雨降ってたんで、うん、もう500人オーバーしてますよっていうあの報告は聞いたんですけど、はいはい、あの時でもね、1割のね、50人以上はね、はい、なんかね、何らかのこう不思議なもの、見えたね。映してます。あ、そうなんですか。で、動画でね、こう、ぶーっとね、東から西にスーッと飛んでいく動画も撮影されてた方もいます。でもあれですよね、ちょっと村さん、ほんま今あの、ブレイクしてね。ブレイクしてますよ。前もしみじみ言うてたんですけど、うん、ね、60代のなんて、うん、こんなに輝ける人生は幸せやわって言ってました。68? もう8になりました。68なんですよ。でね、あの、やっぱりね、もうちょっと若いと思ってました。67から入ったんですか。あのタレント契約というか、はい、そうですね、うん、ちょうど1年ぐらい前、うん、2年前かな、うん、でもうね、あれしんどいですね。そうですか、うん、荷物が多いしね、うん、そうね、東京、うん、荷物ものすごい重いんですよ、ね、さっき持ったけど、カメラ3台ね、あ、もうカメラ3台にデータを持ってくるんで、はい、うん、あのもうこれちょっと考えないとダメだなと思って、うん、カメラも古いですしね。そうですか、あのテープ式なんですよ。カメラは今後宅配便でさっきの送るってどうです？着払いでテレビ局側に持ってもらうとか、うん、その方が着払いで制作会社に送って、で自分も着替えだけで来るとかね、うんうんうん、ちょっと作戦を考えた方が楽にしてる、うん、ある程度ね、ちょっとかあの持ってくる量を減らして、うん、身軽にね、うん、村さん、古希の時はなんか近隣ライブやりましょう。あ、古希、古希ライブ、ね、いやそれはね、70のね、古希の時にね、あの田舎の方でね、はい、あの境宿なんですけど、トヨリの境宿、はい、あそこの、まあ、あの水木しげるさんのね、はい、あのふるさとの、あそこの、まあ、小学校のね、同窓会でね、古希をやろうっていう、あの、知らせが来てましてね、5月、来年の5月ですかね、また、集まるんですよ。来年の5月に、来年後70でしたっけ？70、まあ一つ手前で、数えの70。数えの70。うん。で、まあ、集まるんですけどね、うん。なるほど。その時じゃあ UFO を読んだら同級生喜びますか？みんなでもうね、同級生。そうですね、まあ ね、なんかね、喜んでお迎えが来たと思う人もいるじゃん。お迎え。同じ、同級生でもね、うん、お迎えの来てる人がかなり似てるんで。あれ結構じゃなくなってる人も多いですか？あ、そうですか、60代でもね。健康管理ができてない人もね。そうですね。死んじゃいますもんね。まあ、自然が多い場所で、まあね、うん、生活されてるんですけども。はい、うん、そう、うん。そうですね。じゃあちょっとまた CM をまたいで。はい。まあ、他の番組で村さんにあんまり聞いてないような話をちょっと。そうですね。いろいろ聞きたいと思います。はい。はい、山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。阿波遍路そば美山、
徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校美山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録。山口敏太郎が監修する渾身のアプリ。毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？はい、じゃあ次のコーナーですね。村信之という人をちょっともっと解体、解剖してみようということですね。はい。村さん、どうですか最近は。街歩いててもサインくれとか言われます？いや、ね、子供がね、握手求めてくるんですよね。どこでですか？コロコロコミックが原因でしょうね。コロコロで。あれがね、まあ、テレビもそうなんですけどね、中学生の子がね、まあ、マンションなんですよね、マンション子供、500世帯くらいあるんですよね、はい。マンションの子供がね、中学生、小学生がね、おじちゃん、サイン、握手してください。そういうのもあるんですね。私の孫がね、まあ、小学校で、まあ、行ったりね、中学校にも2人いるんですよね。はい、え、孫何人いらっしゃるんですか？孫4人いるんですよ。4人もいるんですか？3人は小学生、中学生なんですよ。じゃあ、お孫さんは、おじいちゃんが有名なのは知ってるんですか？知ってます。なんかね、小学生の子は、まあ、話してるみたいですけど、おじいちゃん出るよとかね。まあね、近所周りってもマンションなんですけど、結構ね、顔が売れてまして、まあ、そうですね、まあ、テレビ見ましたよみたいな感じで。そうなんですね、まあ、こちらの方からも、まあ、親しい人にはね、はい、明日放送するからみたいな感じでね、まあ、内緒でこういう、だってね、あれだけもう呼んで、テレビ生放送中にあんだけたくさん呼んで、呼んじゃうしたら、そりゃ見た人はもうしっかり覚えますよ、村さんのこと。番組放送中にもね、家のね、娘の、まあ、電話に、携帯にね、はい、おじいちゃん出てるよって言って、知ってるわって、見てるんやって言ったら、本人が一番知ってる。そうなんですよ。でもなんか、村さんなんかこう、なんか UFO ライフで一番幸せな時間ですよね。そうですね。そうですね。まあ奥さんもあまり言わなくなりました、ね。言わなくなり、前は何言ってたんですか？奥さん厳しかったですよね。本当ね、今でも厳しいんですけどね。今日もね、はい、ちょっと電話で、電話出たらいいんですよ。うん、4日ほどはね、ちょっと東京に行くから、まあいろいろね、着替えとかいろいろと、してもらって。はい、お父さん、1日に1回は連絡してよっていう感じで、ね、で、さっきの連絡。心配しますよ。まあまあ、お年がお年だけでね。
まあそりゃね、長く数日もね、家を空けるってなったら心配ですよね。でも村一族は水木さんがもう97歳、お元気でしょ。そうね、水木さんとは、お兄さんと弟さんが、お兄さん95は行ってますね。あ、そんなに行ってますね。水木さんのお兄さん来てはる。え、本当に？弟さんは90ぐらいですかね。水木さんは93ぐらいで。水木しげるさんは93？ 93か、それぐらいでしょ。すごい調子ですよ。テレビでね、拝見したんですけど、お兄さんがね、ゴルフのクラブを振ってるんですよ。あ、じゃあ全然まだ元気なんだ。そうなんですよ。いとこなんでしたっけ、水木しげる先生。はとこぐらいじゃないですか。どうなんですかね、そこまでは調べて、うん、あ、お寺さんでね、調べれば、はい、はっきりと。過去帳でこう来るとね、まあ、つながってるんでしょ。うん、で、まあ、はとこぐらい。村一族は、もともと、沖でしたっけ。沖ノ島からこう来てる。沖ノ島から来た人があるんですよ。で、ねえ、まあ、僕らはもうお付き合いないんでね、うん、おじいさんぐらいあたりだったら聞けばね、まあ、おじいさんも亡くなったんでね、はい、そうだと分かんない。はい、でまあ、その、なんて言うんでしょうね、うん、その長寿の一族ですから、はい、まだまだ村さんあと10年ぐらいは現役で楽勝でいけますよ。結構そのなんていうの、長生きするか短命かって割と新一族で同じね、遺伝子のね、あれが、うん、あるみたい。うち短命やからね。え、あ、そうなんですか。風間家は短命、みんな60代ぐらい。ちょっと困るんですけど、タートルカンパニーどうするんですか。社長いなくなったら動きませんよ。しぶとく行きます。亀は千年ですから、千年以上生きないから。そうですよ、タートルカンパニー、ね、タートルカンパニーは長生きじゃないとね、じゃあ陽心宇先生から、うん、譲ってもらって乾杯を飲んで、うん、飲んで健康にしてもらわないと。でも、うん、あれですよね、もう村さんまた、はい、やっぱり現場行くからね。そうですね、やっぱり実際に、うん、でもなんか最近もなんかすごい写真を捉えたということなんですけど、そうですね、うん、まあ、宇宙戦艦ヤマト、まあ、友達はね、はい、これ宇宙戦艦ヤマトじゃないかっていう、そのね、アニメの画像と、うん、まあね、こう比較してね、なんかその、うん、下から見たら同じような感じで、なんかね、確かにね、さっき僕見せてもらったけど、ね、その先鋭というんですかね、うん、影の形は宇宙船のヤマトそっくりですよね、うん、やっぱり本当に存在してるんだな。いやね、なんか話は聞くんですよ、うん、いろんなコンタクトの方とかね、うん、いや僕もだからアメリカ人のね、人が英語の時で呼んだらね、うん、なんか銀河系のなんとか星雲にね、うん、宇宙戦艦を数十機率いるなんとか帝国、帝徳というのがおってね、うん、その宇宙人がアクセスしてきてるコンタクティがおると、うん、でそれを翻訳して日本で出す段取りしてくれんから来たんですよ。へえ、何やねんこれと、うん、そんな俺宇宙戦艦なんか母船ならまだ信じるけど、うん、戦艦はないなと思ってスルーしたんだよ、うん、そしたらあんな写真ができたのね、うん、戦艦タイプあるのかなと。いや、一つあるんじゃないかな、広い銀河ですから。そうなんです、一、うん、月ちょっと経ってるんですよね、うん、まあ、それがその早すぎて、うん、まあ、僕のカメラビデオテープなんですけど、うん、未だにね、はい、テープのそのあれがこう止まらないんですよ、映像が止まらないんですよ。どうしたらいいのかなと思いながらね、うん、まあ、DVD にまあ録画して、はい、それをこう逆再生をかけて、はい、こうでっかいのがボーンとこう、うん、映像に出てくるんですよね。それをそのままいわゆるその、メモリーに落としてプリントすると、うん、ああいう感じの、あれはなんかメッセージが、いや、全然ね、それはないんです。宇宙戦艦に関しては、宇宙戦艦に関してはね、ええ、まあ、うん、あんまり教えてくれないですね、宇宙人も。宇宙人もね、秘密なんですか。秘密に、そういうグループがいるっていうことはまあ聞いてなかった。母船はね、うん、あると、うん、ああいう形の母船もあるのかな。テレパシーが来ないんですか。いや、その、うんうん、今までそういう質問したことないですか、撮影してね。ああ、そうか、うん、どうなのかな。ちょっと今聞いてみましょうかね。はい、え、今聞けるんですか。宇宙船の情報、うん、さっきのなんかこう垂直に降りてきましたからね。そうですね。いや、あれね、降りてるよりもね、通過してるんです。あれ通過してるんでしょ。あれは兵庫県のどなたですか。兵庫県のね、六甲山の頂上に近いですね、うん、頂上の上をこうかすめていってるんですか。そうそうそう、かすめていってる、うん、何が目的で、どんな連中がやってるんですか。聞けますか今。
セントラルセンターに通じればいいんですけどね、うん、セントラルなんでしたっけ、あのなんかこう指令を出してるところがあるんですよ、うん、村さんコンタクトして教えたらあかんのかもしれない、そうですね、ちょっと村さんにコンタクトしてもらって、うん、それについては、うん、教えは今の段階で教えできませんねって感じで、そうですか、うん、あの こちらの方でそれじゃそういうふうに判断というか思って新聞とかそういうものに、まあそれはあなた方の自由です、ね、自由、まああの東スポに載せるのは自由と言われた、まあ、報道の自由、大丈夫、報道の自由ですね、あの構いませんけども、我々の場合はあれは戦う宇宙船ではない、え、何ですか、なんかね、うん、言ってますよ、はい、奥の方で遠くから、はいはい、え、セントラルセンターで誰かと誰か話してるんですか、あ、そうです、言うていいのかあかんのかみたいな、ここまでだったらいいよみたいな、あれはそうですって言ってますね、古代のね、はい、やっぱりその宇宙戦艦というか、うん、え、操ってるのは言っちゃいなさいっていうか、言ってもよろしいですよと、あ、そうですか、うん、言ってますね、一人で古代の地球に来ていたことがある、うん、古代戦争に使われたね、うん、古代の戦争に使われた宇宙船、操ってる宇宙人は誰なんですか、あれ言ってくれないかな、え、あ、厳しいかな、君誰っぽいかな、まあ、機密事項に触れるんだったら宇宙人教えてくれない、うん、ね、なんか首を横に振ったり、うん、縦に振ったりしてます、ダメか、ヨルラー星団って言ってますね。ヨルラー星団。ヨルラ。銀河系の遠い銀河系。はい。遠い銀河系のヨルラー星団。あなた方の、うん、星で言えばオリオン、うん。オリオンの方向から来たやつだ。オリオン座ではないけども、うん、オリオンの方向から。うん、オリオン、オリオン座ではないんですね。オリオンの方向、オリオンにも遠いんですか？そう、遠い。遠い。方角は一緒だけど。方角は一緒。じゃあ向こうからオリオン座、向こうから来たと。うん。オリオン座はまあきついのはきついですよね。ちょっと攻撃的な人たち。うん。今はそういうふうには言われてませんけど、昔過去に見て結構とんがってるというか、きついやつ。今でもそれあの宇宙船は 100%、 え、じゃああれ元大きい地球人を威嚇しに来たんですか、あいつは、なんかたかやったるでみたいな、ではないですね、うん、うん、まああのでもね、戦争を起こすと入ってくるかもしれませんね、介入するとか、介入するかもしれない、そうですか、地球でそれはアメリカと中国が揉めたりするとロシアとか、うん、そいつそこに介入するってことですか、介入するかもしれない、ね、あ、そういうメッセージもね受けたことありますよ、あ、そうですか、え、じゃあ喧嘩すなよみたいなことですか、喧嘩したら実際に入る可能性がありますね、うんうんうん、俺らは介入するでみたいな、うん、戦闘的なあの宇宙人っていうのは、うん、アメリカの大統領ともつながってるらしくてね、うんうん、まあ、そういう話もありますけどね、なるほど、ちょっと油断できない人ですね。今私コンタクトしている村さんを初めて見ました。もうだっていつも僕電話でよく喋ってたらよくコンタクトします。コンタクトしてますか。まあ言いませんでした、うん、村さんが今ちょっと山口さん繋がってますよ。本当に宇宙人さんにメッセージを言ってくださいって言ったら、うん、野菜を食べましょうなんて話を村さんが言い始めて、お母さんみたいな野菜はね、毎日トマトジュース、あ、そうなの、トマトジュースは好きです。ニンニクのね、うん、醤油、たまり漬けっていう、うん、はい、ああいうものをね、食べてね、うん、頑張ってます、あと豆乳。豆乳。それは宇宙人のアドバイスに従って、村さんは野菜中心の生活に変えたんですか？まあ、それも少しはありますけどね、ちょっとやばいなと思いながらね、
それはあの血糖値が高いとか、そうそう血圧が高い。そう一つは血糖値なんですけど、いろいろとね。普通に健康が気にしてる。健康管理だ。うん、ね、やっぱりね、補うものがやっぱり野菜で補わないといけないものが結構血糖値の場合はあって。宇宙人野菜食べてるんですか、あの人が。野菜、うん、人たちは野菜っていうか、そういうものは。星によって食べてるものってみんな違うんですかね、うんうん、食べ物はね、うん、あのいわゆるその、うん、マナというかね、マナミネラルウォーターとかマナ、マナとか、それにその栄養が凝縮されてる。じゃあそういうのを食べてる、あのいわゆるグミのような感じのね、面白い。昔のマナとはちょっとやっぱりあの形が違ってるというか。なるほど。旧約聖書に出てくるんですかね、あれ。なんか見たこと。今宇宙人さんは日本大好き初出演ですけど、その日本大好きはね、幽霊とか UFO とか UFO とかいろんな話をしてる番組なんですよ。宇宙人さんはちょっとコメントを出してください。で村さん頼んでくださいよ。そうですね、地球のメッセージ、野菜ジュース以外のメッセージで、なんかいいね、いやいいコメントないかな、ね、うん、地球はね、まず誰がその地球の生き物を作ったのか、自然を作ったのかっていうのをね、はい、考えてください。考えてください。ね、それをね、壊していくということはね、うん、あの、大変我々にとっては悲しいことで、うん、まあ、いわゆるその平和的な、うん、生活というか、生き方をね、うん、実現してほしいというか、環境を守れと。環境もそうですけどね。うんうん、争うことをするなと。そうですね。悲しすぎますね。ね、まあ、悲惨な事件とかテロとかそんなばっかりですからね。うん、もしかしたら、介入する可能性もあるかもしれないですね。これが続けば、大きくなれば。はい、まあ、そりゃそうでしょうね。見る見かねてみたいなところがあるでしょうね。あんた方がね、武器を作るほどのお金があるんだったらね、うん、平和的な方向にね、お金を使って、ね、うん、貧しい人とか、うん、全くそうですね、武器に対するお金。方たちを助けるというかね、うん、そういう方向に行っていただくとね、うん、我々は嬉しい。そうですか。なるほど、うん。宇宙でも戦争はあるんです。古代ね。古代にあった。昔あった。うん、昔はあった。一部凶悪な宇宙人は残ってるんですよね。凶悪な奴らもおる、おることは。宇宙人は、いわゆるその単独で、うん、まあ、いわゆる、我々を呼ぶのは単独惑星とか、単独グループとかって言うんですけども、はい、我々のグループに入らない、属さないグループがいくつかあって、うん、時々その地球にやってきて、まあ何かを持っていっちゃうというか、人を連れていっちゃうとか、いろいろそのね、実験したりっていう、そういうその。銀河連邦でしたっけ、ね、加入してないとこでしょ、加入してない。悪さをしているのは加入してない宇宙人たち。加入したくないというかね、いろいろと規制があって、協調性がない人たち。協調性がない、ね。不満を持つんでしょうね、それに対してね。まあ、町のグレン隊みたいなもんですよね。うん、まあ、どこでもおるでしょうし、ね。規則が守れないというか。アウトローなそういうの星もあるんだ。あるんです。ですから、そういうグループは、ちょっとね、攻撃的な、グループでね。ちなみに今コンタクトしてる人はいつも村さんがコントロールセンターで喋ってるあの女の宇宙人の人ですか？なんか仲のいい人いましたよ。なんとかさんって。お友達がおるんですよ。なんかでも名前ちょっときっちりと聞いたことない。ラミュー。うん。ラミューさんですか？ラミューさん。ラミューさんって初耳ですね。ラミューさんって男の方ですね。まあ女の子いませんでしたっけ？うん、要は村さんが。セレーヌさんとかね。あ、そこら辺仲良しですもんね。うん。セレーヌ。まあ、ちょこちょこ今日、ね。あれ、セレーヌさん今日、休みですか？非番なんですか？どういう順番だろう？セレーヌさんは、コンタクトルームにいらっしゃらないんですか？あ、いない。え？セレーヌさんね、あちらの部屋でね、何かやってますね。違う仕事やってある。そうなんですか。うん、転勤したとかそんなんじゃない？いる。一応おることはコンタクトルームに呼んでます。あ、ちょっと
本当に。出話せと。データの抽出とか分析とか。ああ、そういう仕事してる。忙しいかな、みたいな感じで。ああ。まあ、ほら、忙しいんでしょうね。忙しいですよね。宇宙のコンタクトルームにいるんですから。うん、おちょっとじゃあ、はい、面白い話になってきましたね。うん、じゃあ、またちょっとあと休憩を挟んで、また、はい。後半、またお願いします。はい。山口敏太郎の日本大好き、今からお話しする怪談はある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが、こんにちは、一休妖怪伝漫画担当の岩田美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな。うん、時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。はい、ということでちょっと あと後半30分よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それで何なんでしょうかな。あの、なんだろう、わ、あの宇宙の中に道がもう出来上がってるってさっき村さんに聞いたんです。それはあれですか、うん、例で言うと霊道みたいな。霊道みたいに惑星間が移動するため の、あのホールっていうか、うん、移動する道が出てる。250から300くらいね、高速道路みたいなもん。高速道路のようなもん。もう古代からね、宇宙空間にはね、もう宇宙船、大きい宇宙船がこう来てね、そういう宇宙船が道作っているというか、古代からの。だからそれが、あ、じゃあ適当に来てるんじゃないんだ。ある程度道を通って。コースがあるみたいな。レイラインってやつですか。もう誰も知らないですね。そんな話、物理学者もしたことないし。3次元、4次元、5次元とありますよね、はい、一番ね、早く来れるのが3次元と4次元なの。 3.5 次元の中にふっと入るとね、うん、あの時間の流れがね、うん、早いらしいんですよ、その次元の間は、そこに通っていくと、あのすぐに行けちゃうっていう、まあ、あの結局ね、人がその、まあ、死ぬでしょう、はい、死ぬっていうか、まあ、まあ、仮死状態の時にね、あのこう天国じゃないですけど、浄土っていうところに、近くて遠い、遠くて近いっていうような感じのね、はい、でその近くまで行って、まあ、帰ってくる人もいるし、その、行っちゃう人もいる、そういうそのあれが、もしかしたら、もうできてるんでしょうね。もうあるとは言ってますけどね。あ、そうですか。あの移動する空間は一回じゃあ違う次元に移動して、そこで移動してるから、この時間とは違う流れの中に乗って移動してくるってことですか。そうです。だから短縮できる。じゃあ、その物理的な距離は全然関係ないですね。惑星と惑星が離れてても。そうですか。それは銀河連邦が持ってるんですか。銀河連邦、まあ、太陽、そうですね。銀河連邦とか他のあの、いろんな組織があるんですよね、宇宙に。組織はあります。組織はかなりありますね。いろんな組織はね。何団体ぐらいあるんですかね。僕の聞いてる段階では500とかそれ以上、結構ありますね。500もその星のネットワークみたいなのがあって、それぞれ組織を銀河連邦とか何とか、いろいろ、あの一つの星がいくつかのあれに団体に入ってたりね、ああそういうことか、複数入ってたり、そのもう商工会入ったら法人会入ったりするもんですから、ね、そうですね、だからあの、宇宙連盟とかあと連邦とかだけにしか入ってないあれもあるし、一番大手はどこなんですか。大手は連邦ですね。連邦が一番、連邦とか連盟とか、これが大手なんですか。その団体にどのぐらいの星が所属してるんですか、数。まあ数百ですよね。数百の星がみんな加盟していて、加盟、その加盟星はそれぞれ交流してるっていう、交流は加盟国と同じような感じ、まあ、あの地球の集まりはあるみたいですね、
会議みたいな集会みたいな、うん、寄り合いがあって、じゃあのスターウォーズであのすごい大きなあのあそこのあのシーンありますよね、会議、会議みたいな、あんな感じのあれ本当にあるのかな、国連の会議みたいな、国連会議みたいな、それがなかったらもうやっぱ統制っていうか、ねえ統制しきれないですよね。じゃあそれに入ってない連中は、いわゆる単独惑星っていうのがあって、その、うん、そこからちょこちょこ来て、その、まあ、いろんなことをして、まあ、うん、人間とか動物とかいろんなものをこう連れていっちゃうとか、あの地底人はどうなんですか、うん、地底人もね、なんかね、うん、加盟してるんですか、地底人も加盟してるんでしょうね、あの、うん、あの人たちは宇宙人の仲間ですよね、地底からこのこういうのが出たり入ったりしてますね、 あの人はあの宇宙人の仲間でたまたま地底から来るだけであって、宇宙人と同じ種類の人たちですよね、うん、そうです、まあ、ルーツがね、うん、ルーツは地球じゃなくて宇宙ですか、宇宙から来てるっていう、うん、ね、それでもなんか前村さん、地球人の DNA 持ってるやつらもいっぱいいるみたいな、あのアルザルね、アルザルとか地球人の親類ですか、 あれはまあ飛鳥さんの説ではあのね、うん、遺伝子がまあまあそれは聞いてますけど、まあ、遺伝子がね日本人と同じ遺伝子持ってるみたいです ね、 なんかそっくりだと、まあ、うん、なるほど、へえ、だから日本人は特別なんやっていう宇宙人の中ではもうあの常識みたいな、そうなんだ、日本人は特別なんですか、うん、あの、ね、地底人は地上に人類がいるのは知ってるわけですよね、うん、でも私たちは知らないのはなんでですか、うん、どうしてお互いに知り合えない、知ってるんだけど公表しないというその、まあ、国のやっぱり、あ、そっか、国のトップは知っているけれども、スノーデンさんがねなんか暴露してましたけど、うん、公にはなってない、うん、知ってる、知ってるでしょうね、なるほどね、日本はどうなのか、まあ、日本でもね知ってるんでしょうね、うん、あの直接聞いたことはないんですけどね、結局そういう奴らがいるってことを認めると不都合なことが起こるから認めない、うん、認めない、そういうことなんですね、なるほど、宇宙から来てるそのいわゆるその、うん、まあ宇宙人に関してもやっぱり、うん、あのデータはあるんですよね、はい、データはって日本の、まあ、アメリカの CIA のようなあの、うん、まあ、ところにこうね、うん、あのデータが来て時々 ある方っていうか、はい、あの例えばあの稲沢さんとか瀬本さんとかああいう方たちにこう情報が来るんでしょうかね、うん、まあ、八尾さんもそうなんです、八尾さんもなんか情報をこの受け取ってるんじゃないですか、うん、思うんですけどね、そうなんだ、村さんにもしジャッケ宇宙人グレーとかレプタリアンが接触してきたらどうしますか、うん、まあ拒否するしかないですね、じゃあ自分にそのマイナスになるよう、うん、俺らの広報担当やれみたいな、うん、そしたらいっぱい UFO を映させてやるよみたいな、そういうこと言ってくるかもしれないですね、悪魔に魂を売るのか、俺たちに都合がいいような情報が、ね、いやだけどまあそういうそのお誘いはないんで、うん、まああったら断ると、断りますか、うん、マイナスの、マイナスで、マイナスエネルギーは嫌ですと、うん、ねえ、まあそんな感じで、あの村さんは普段こう、うん、今さっきもコンタクトしてくれたみたいに、UFO が来てなくても、うん、何かちょっとテレパシーでシーあの宇宙人とお話をしたりは普段日常的にしてるんですね、もうあのね、うん、離れてないですね、ああそう、じゃあ宇宙人コンテストのことは知ってるんですか、宇宙人は、あの、で、あの、うん、知ってるみたいですね、知ってますか、知ってる、知ってる、さっきメッセージもらったんですけど、だから村さんからも、あのこう知ってるんだから、どこで見たの、え、あの、ノアさんのブログさんからあのいろいろな情報とか、あ、私は村さんにあの郵送したんですけどね、資料は村さんの脳をハッキングすることによって入手して、村さんに知らせたから宇宙人も知ってくれたっていうことかしら、そういうことにはないんですか、ぜひ参加をお待ちしております、もうあの上空に大きな母船が停泊してくれると嬉しいんですけどね、もう大パニックです、ね、大パニック、なんだあれはみたいな、うん、で本物の宇宙人わーっと降りてきて、うん、でコンテストに出場してくれたらなって思ってんだけど、うん、なかなかそこまで、うん、やれれない、なんで姿を現さないんですか、基本的な質問ですけど、姿をですか、
どうして普通にこういるよって言ってくれないんですか、我々に。あのね、やっぱりね、選ばれた人、我々もね、いろいろと選んでるんですけども、うん、どうしようかな。あの、例えば、うん、我々のところにいらっしゃってる地球人の、うん、あの、例えばキリスト様 の、はい、あの子孫の方にするのか、天皇家の方の子孫にするのか、あの、うん、あのいろいろといらっしゃるんですよ、うん、はい、まあ、宗教 の、 その、 あの、うん、元を作られた、ね、うん、方たちの子孫がね、うん、いらっしゃるんですよ、やっぱり、うん、はい、でその方たちを、うん、あの下ろすのかどうなのかって、あとマスターね、あの母船からあのこうちょこちょこ来るんですけどね、はい、マスターがこれは乗ってるなっていう母船がね、うん、いるんですか、あの、うん、UFO がね、はい、その方にするのか、うん、その地球人にこうドーンと降りてきちゃって、うん、姿を現しちゃうと地球人はパニックに陥りますかね、うん、パニックなんでしょうね、やっぱりね、いやそれは怖いですよね、歓迎はされないですよね、うん、見たことない人たちですからね、うん、見たことない、信じない人の方が多いんです、そうか、でもどうなんですか、でも村さんコントロール、うん、成長してるコントロールセンターの人たちなんかは人間に近いって言ってましたね、もうどんどん、ね、人間に近い、まあ、じゃあ普通にこうなんか地球上の風機でジーパン着て T シャツ着て歩いてたら分かんないですよね、うーんですね、あのまあね、地球人に混じってもその分からない宇宙人っていうのがたくさんいます、ね、います、うん、実際生活してるってことはないんですか、あ、地球人として、それはね、今ありますね、あります、うん、あの北欧とかアメリカの方なんですけど、うん、はい、あと、うん、そうですね、フランスとかイギリスとか、あの、うん、ギリシャの方とか、え、その混じってる人たちは、どうやってお金を稼いでるんですか、うん、あの、まあいろいろね、芸能関係とかいろいろ、うん、普通に仕事してるんですね、宇宙人もここにいる限りは、うん、じゃあ芸能人、有名な人にも多い、なんかね、芸能関係の人が結構ね、多いんだ、あの多いですね、宇宙人、正体が宇宙人の人いるんですよ、芸能関係で、いますね、宇宙人に化けてる、宇宙人に化けてる、宇宙人が地球人に化けて、あのクローンされてる方もいますね、うん、で、まあハーフと宇宙人と地球人のハーフ、ハーフ、うん、いつまでもこう老けない人とかそうですね、意外と美魔女が宇宙人だったりします、トム・クルーズとかかな、いやいや違う、具体的に有名人知ってる、P 入れますけど大丈夫ですか、うん、あの人は宇宙人、P にします、過去に言えばね、あのアメリカの方ではね、あのまあ、何年代かな、1970年代60年代、うん、70年代からにかけてのね、はい、あのいわゆるその、ジョン・フォードのあのいわゆる何て言うんですかね、アンマーグレットとかね、なんかそういう感じのあの、うん、ジョン・フォード、アンマーグレット、プレスリーとか、あの、マリリン・モンローとか、ああいう感じの関係のね、うん、死に方がおかしいでしょ、はい、あの人たちは宇宙人の星で生きてる説があるじゃないですか、うん、あれはやっぱそうなんですか、コントロールしてて聞いてもそうだ、コントロールされてますね、ハリウッド多いんですね、ハリウッドに多い、ハリウッドでね、ハリウッドにおられた、ね、宇宙人がね、はい、いらっしゃる、あ、今今来てるんですか、今っていうかコンタクトルームに、コンタクトルームにいるんですか、あのね、うん、映画でね、うん、もうこれしか言えませんけど、ね、まあ、あの映画でね、言えばね、禁断の惑星っていう映画があったんですよ、昔ね、うんうんうん、私まだ見てないかも、禁断の惑星、うん、あ、ロボット、ロビーっていうその、うん、一躍有名になりましたけどね、うん、あれの中に出てくるその ものすごい、まあ、美男子っていうかね、美女というかね、はい、どうもね、宇宙人だと、帰りにもう借りてこようって、まあ、それはないないですか、もう古すぎて、禁断の惑星っていうのはね、あとね、まだなんかね、宇宙ものでね、あのこう、はい、映画化されたのが結構あるんですよ、うん、それにね、うん、あの宇宙人来週と火星人来週とかいう感じで、ね、出て、オーソン・ウェルズの、まあもうその方たちはもう亡くなってるんで、うん、亡くなってるんで、まあこういや言えるんですけどね、うん、そういう人たち知ってる人がいますよ、あ、亡くなってるというのもね、
うん、亡くなってはいないのか、うん、地球人としては亡くなったことになってる、うん、だからね、連れて帰られる、死んだ人もいますよと、うん、死んだ人もいますよって、死んでここに来た人もいますよって、蘇生されるんでしょうかね。ああそういうことですか、うん、マイケルとかも怪しいってことですか。マイケルなんかももしかしたら、まあ、別に我々のグループじゃないけども、もしかしたら私も、うん、彼はそうかなと思ってます。ね、実際のところも遺伝子取られてたらね、クローンですか。クローンか、ね、村さんのクローンも取られてる。わからないですね、多分知らないと思います。そうですか、うん、でもあいつら前村さんが待ち合わせた宇宙人みじめやって来れなかったって話があって、本当にあいつら意外とねナビが使えない。あ、道は弱いんだ。あいつらね道迷いましたもんね、本当、うん、村さんと待ち合わせたら。あ、そうなんですね。もうね、うん、そう、あの僕もね、あの最初ねコンタクトしようとね、うん、まあ約束をそのまあしたところにね、はい、来るはずだった人がね、うん、あのいわゆるルナマイルドっていう方なんですよ。はい、ルナマイルド。ルナマイルドっていう、うん、でね、友達は会ってるんですよその人には。はい、どんな人やったって言ったらね、いやね、あのアンマーグレットにそっくりやったって言ってて、家の近くまで来たんですよ僕の実家の。へ、うん、ここに降りてね、このこういう感じエネルギー光線でこうやって降りてね、へ、なんかねそんな感じのね、なんか一緒に、うん、来たのか、その宇宙船に乗ってね、うん、宇宙船の中であったのか知らないですけどね、うん、アンマーグレットだった、あれよくにとったって言ったね。でその、うん、宇宙船のまあ操縦というかコントロールしながら来た人がそのハリウッドにおったその、まあ、人みたいでね。なるほど、うん、ハリウッドの人には宇宙人が多いと、多いと、うん、うん、みたいですね、うん、友達という。アンジェリーナ・ジョリーなんか私宇宙人かなと思ったんだよ、ね、可能性ありますよね。可能性ありますでしょ、うん、あの見た目はまあちょっととっぽい感じがしますけど ね、うん、バイオレンスの匂いもするし、うん、なるほど。でもなんかあれですね、うん、本当村さんの息はとどまることを知らないですよね。そうですね、これは本当聞きたいことがいっぱいありますよ。いやね、うん、うちにもまた新しく30、40代ぐらいかな、はい、の男の人で宇宙人とか UFO 呼べるっていう人が来て、あら、そうなんですか。村さんとぜひお会いしたいと思って、いずれちょっとなんかセッティングしようかな。そうですね、ぜひ、ね、うん、で後輩ができれば少し村さんも ね、うん、楽できますし、やっぱりね、その自分のいわゆる後に来る人っていうかもうちょっと増えてほしいですね。あ、そうですか。あの、うん、うん、まあちょっとしたね、うん、まあテクニックというかいうそのものを覚えればね、あの映せるし、そうですか、呼べるしっていう感じでね。え、じゃあ後半ではじゃあ、まあ、ひらめき、じゃあ最後のコーナーで、ね、じゃあノアさんにその、うん、呼び方をちょっとお伝授してもらいましょう、うん、いいですか。コンタクトになるにはね、それ結構興味深いと思いますね、はい、山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギジャッカロブラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。村さん、なんか教えていただければ、うん、あの、うん、結局ね、呼び方、いや自分のそのなんていうんですかね、体能力以外にその、はい、やっぱりその音叉を使ったり、うんうん、あの鈴とか金属でね、いわゆるその
宇宙船のエンジン音に近いその音のものを使ってね、うん、あの呼ぶんですよ、自分の言葉と一緒にね、はい、あとね、やっぱりそのひらめきっていう、うん、ひらめきをね、ちょっと強くするよね、あの、うん、あの能力開発、はい、能力開発ね、あの、うん、多電にへその下にお腹に息を止めて、ね、はいはい、丹田、丹田、うん、丹田って言います。でそのこう指の先から出すような感じのその訓練をね、はい、それはそのろうそく、和ろうそくでこう集中するんですよ、はい、集中力を作るっていう感じで、ね、集中力か、手をこう合わせて、そうそうそう、指の先から息を吸って、あのお腹に溜めて、うん、それを指の先から出すっていう感じ、はい、うん、それを続けて、うん、集中力をつける、はい、ということを、うん、すると、あとね、うん、まあ、もうちょっとあれ、水晶とかああいうその石をね、はい、ちょっとあのこう持って、ね、やっぱ石を持って、石を持って、うん、パワーがあるね、うん、やると来ますけども、はい、あともう撮影ですよね。そうね、撮影、撮影をねやっぱりやらないとダメです、うん、はい、実績を残さないと、証拠がないとね。そうだね、証拠ないと、自分がねこう呼んでね、うん、あのこう写したんだっていうその証拠にね、はい、うん、それがないとね、ダメですね、まあ、誰も信じないですからね、否定してる言葉だけではね、その人の、その人は正直な人であってもね、もやっぱりその、うん、疑われる部分が出てくるんで、そうですよね、で撮影をすると、はい、その動画でね、それもね、動画でいいカメラね、うん、今僕が使ってるそのカメラのテープ式の古いやつですね、もう107万画素なんですよ、うん、あ、107万画素、画素、はい、今1000万画素、2000万画素になってきてますんで ね、はい、そうですよね、それで映ればね、すごくね、じゃあ村さんのカメラもっと画素数を増やしたら、もう新しいの買うしかないですよね、あのもうこんなにたくさん撮れてるのに、ね、もうそれを買うほどのね、資金がないんでね、もうそんなの買ったら奥さんに怒られます、怒られちゃうんだ、奥さんに、年金生活ですから、そうか、年金生活者、皆さん、じゃあこっそり20万ぐらい使ってカメラ買っちゃいますか、いや奥さんにバレないように、バレないように、バレたら怒られるか、もうデジタルカメラでね、デジカメは全然使わないですね、うん、望遠のね、望遠の効くやつで今ね、いいの見つけてるんですよ、いくらぐらいですか、うん、まあ10万以内で買えるんですけど、ね、じゃあ買いましょうよ、それ、こうシャッタースピードがかなり上げられて、あと連写が効いて、はい、ああいいですね、倍率がちょっとあの高く、50倍とか、ああ悪くない、でそういうカメラでね、写そうかなと思うんですけども、それはね動画ではね、うん、30分くらいしか回らないんですよ、うん、それでスポーンと切れてね、うん、またあのこういくつかこうに分けてねやらないとね、はい、動画が撮影できない、今のは2時間とか1時間とか、そうですね、回しっぱなし、うん、回しっぱなし、ね、お尻の静止画なんですよね、村さんもね、そかそか、あれもコマ送りでいいから、ちょっと連続動画で見たいんですよ、そうですよね、それをね、うん、まあ、ちょっとね、奥さんが首を縦に振らないとね、まあ、逆にも iPhone とかスマホにしちゃうといいんじゃないですか、結局ね、うん、iPhone とかスマホで撮影してる人結構いますね、ですよね、村さんのこの頻度だったら、うん、ものすごくいい UFO 画像がたくさん撮れそうですけど、うん、映像が、うん、機種編ですよ、じゃあ村さん、うん、ね、この前もあの代々木のあの、うん、ステージでね、はい、あの iPhone ですかね、はい、持ってこられた方が、ね、動画でね、うん、UFO がブーッと行くのをね撮られてる人がいましてね、大阪であの竹内義和さんがあの撮ってたじゃないですか、 iPhone で、iPhone で、大阪でやった時に一緒に、ああそうそうそう、竹内さん撮ってましたもんね、あそうですか、うん、だから撮ろうと思えば撮れるみたいですよ、じゃあ iPhone ですよ、次は 夜ね、あれ、うん、撮れてるんですか、すごいですよ、すごいですよね、最近の携帯はね、うん、もう携帯ね、うん、僕の場合はね、ちょっとね、夜がね、なんかあんまり、うん、あの反応してないというか、そうですか、昨日みたいな、ね、まあ、今日もそうなんですけど、うん、ものすごくね、お月さんが出てね、はい、明るい状態の時はね、こう、まあ、よく撮れるんですけど、うん、曇るとダメですか、曇るとダメですね、面白いですね。なんかナビもそうですよ。あ、そうです。曇るとあんまり反応が良くない。あ、そっかそっか。あれ切れちゃったとかね。やっぱりあの雲が遮ってるんですかね。あの電波をね、衛星の。わかんないですね。なんかそういうのがあるんでしょうね。あれをね、まあなんかね、いいのだったら40万から50万くらいするのがあるんですよね。はい。ちょっと高いな。それはあの
あのカメラにハードディスクが入ってたり、あのメモリーで撮ったりできるね。あ、あのでね、うん、私はあのね、二十歳過ぎぐらいの時に望遠鏡を買って、うんうん、望遠鏡で月見てたんですよ、うん、でそしたらその月の前に赤いも乗り物というか、うん、ものがヒューッとね、うん、月の前を横切ったんです、うん、サンタクロースみたいです。サンタクロースみたいです本当に、うん、あらららと思ってでその時まだもう20年ぐらい前ですからこの今は分かんない、このままカシャってできるんですか今の望遠鏡って。遡って撮れたりする場合もありますよね、何秒か。ああ、そっか。その時は望遠鏡でこれ覗いて、うん、もうどうしていいか分かんなくて、携帯もそういうあのもういいものはないし、うん、デジカメもないし、まあね、で、とってあのカメラ向けても映んないし、うん、あの時は笑ってました。考えてるのがね、まあ、あのいわゆる、うん、僕のカメラでね、あのハードディスクにつないでね、うん、カメラはもうそのままあのいわゆるその回してるんじゃなしに、その開けた状態でね、はい、ずっと開けてラインでね、うん、DVD にあの DVD とかあのハードディスクに、ね、はい、どんどん落とすっていう、その、うんうんうん、直接ね、うん、ただその電源がいるんですよ、まあ、車でね、うん、もうあの山の上にいてね、車のエンジン回しっぱなしで、その、市販のあの DVD、はい、ブラさんすごいですからね、ブルーレイをね、1時間でも2時間でもね、すごい集中力なんです。回しっぱなしにしてね、夜中にやりますもんね、チェックとかも。そうなんだ。だからね、でもね、うん、途中でね、やっぱりこうちょっと見逃してる映像が結構あるんですよ、はいはい、いわゆるそのお蔵入りになってるやつがね、うん、その中はもうね、テープにあのこう6時間分あれして、それでまたこう新しいの使ってて、そういうのやってたんです、はいはい、だからその中に結構あると思うんですけどね、なかなかそれをまた再度見てっていうのがね、次から次からもう余ってくるね、記憶していくんでね。最近はでもリサイクルするようになりましたよ。テープですか。テープをね、あ、かぶしちゃってるんですか。かぶしてね、もうこのテープはいいわ、また再利用ですね。あ、そうですか。3回くらいはいける、きれいにね。ああ、かぶしてもね、うん、それ以降は劣化しちゃうけど、なんかノイズが入ってきますね。あ、そうですか。いやでもなんか楽しい人生だなと思いますよ、村さんは。楽しい。いやね、趣味がこれ以外にないですか。趣味から入ってますのでね、苦しくないんでしょ、趣味だからやってて、ね、あんまり、うん、まあ、ゴルフやるわけじゃないし、麻雀やるわけじゃないし、そのいろいろね、飲まないし、一滴も飲めないですか。飲めないんですね。そうなんですか。タバコは吸わないし。あ、そうですか。何も若い時から一回も吸ってないですか、タバコ。吸ってない、吸ってない。飲まない、吸わないっていうような感じでずっと来てますんでね、うん、まあ本は結構集めましたけどね、うん、健康ですね。さでも運動はあんまりしてないんでね。運動してないですか。運動してないんで、まあ、トマトジュースとか、うん、まあ、いろいろ。でも撮影の時に結構あの荷物を持って、あの車かなり、あ、車か、はい、そっか、うん、車で移動できる範囲ってあんま知れてますからね。うん、結局そこら辺がまあ趣味でやってるから多少辛くてもできるんで、やれるっていうところ、ね、好きだからね。で、まあ、あの友達関係もね、うん、まあ、ちょっとやっぱり、うん、うん、気の合うね、うん、もうあの仲間いるね、2人とか3人とか、うん、さっきも電話かかってきたんですよ。あ、そっか。あの群馬の人でね、へ、うん、あのテクニック、うん、あの教えたり、うん、データもらったり、うん、まあ、去年もね、一人あの九州の方ね、熊さんをね、うん、熊さんね、はい、あの紹介してね、うん、もう熊さんじゃなくて熊さんですか。どちら正しいんですか。熊って言うんですか。まあ、熊さんじゃないですか。熊さんじゃないです。熊さんって言ったらあの森の熊さん。西日本でね、多分熊さんで、ね、熊なんですか。熊結構ね、熊さんっていうのは東日本の言い方。本当、私ずっと熊さんって言ってました。熊さん有名人ですよね。有名人になりましてね。おいで、うん、熊さんってあの時ね、紹介、誰か紹介してもらえますかっていうことでね、はい、熊さんとあのさっきあの初谷さんっていう方なんですけどね、はい、紹介して、あとね、あの名古屋のね、うん、
弟子にしてくれてきてるのがいましてね、その人がね、ちょっとまだ実績残してないんですよ、はい、あの原田裕二さん、演歌歌手の、うんうん、あのタレント事務所は、北島事務所、はい、まあ、山本譲二さんとか、うん、あのかな、うん、北島事務所の小金沢さんとか、うん、はい、そこで、まあ、女の方で、まあ、ちょっと有名な方なんですよね。その方の、ね、いとこなんですよ。僕のいとこはね、あれ、原田裕二なんですよって言って、ね、UFO 好きになる人は有名人のいとことかはとこが多いんですか。多いですか。で水木しげるのいとこですもんね。はとこが村さんですもんね。で、まあ、うん、あ、いいよって何回か一緒にね、観測行ってるんですよ、これは。あ、勘どころはいいんですか。いいんですよ。あ、そうですか。ちょっとね、でも、なんかいいの映ってないんでね。くまさんの場合もね、くまさん毎日撮ってますよね。毎日撮ってます。僕がね、そんなに撮ってるの、うん、毎日フェイスブックにアップしてますよ、撮ってる。で、そしたらもう何十万機もいつも常に上空にいるから、同じの映すんですよ、また。あの V 字型のやつですか。同じの映すんだ。で、やっぱりそこがシンクロしてるから面白いですね。本当にいるんだね。村さんは僕の師匠ですからねとか言ってくれるんですよ。あ、そうですか、ありがとうございます、ね、本当に。でも、編集、もの編集長にね、一度お会いした時にね、もうこういう方が、ね、いらっしゃるんで、ちょっと取材してください。ムーにも何回か乗りましてね。あ、そうですか。テレビのね、もう熊さんブームを。熊さんブームですよ。ねえ、うん、いや、熊さん、村さんブームで、村さんの一番でしろ、うん、ねえ、熊さんブーム。この前も電話してきましたね、うん、いや、村さん、今、28人くらい集めてね、UFO の撮影会してるんですよ。で、そんなんでね、電話してくるんですよ。そうなんだ。で、元気だな。村さんの話したい人、女の方いらっしゃるんで、ちょっと変わりますね。本当に。まあ、UFO 撮影のコツをね。コツ。村さん、女の人に優しいから。いやいや、アイドル好きですよ、村さん、意外と。なかなかね、本当ね、代々木公園でもね、ほとんど女の方が多かったですね。あ、やっぱ女の人多いんだ。でね、もう握手攻めとか、ハグ攻めとか、なんかね、30分ね、はい、新幹線乗り遅れましたよ。本当に。ね、もう最終に間に合わなくてね。大阪止めのね、新幹線で帰って、うん、そっから在来線でね。あ、そうなんだ。在来で帰ったんですか。在来で帰ったんですよ。だって大阪から在来だったら2時間ぐらいかかりますね。いや、1時間ちょっとでね、帰れるんですよ。でも帰り着いたらもう1時過ぎとかじゃない。1時に回ってましたね。あららら ら, ら、お疲れ様でした。で、まあ、皆さん返してあげてくださいね、村さんをイベントの会場から、ね、本当。いや、村さんがね、うん、あ、もう時間ですからって感じですか。まあ、あの野郎、あいつの仕切りが悪いんだから。いやいや、言ってくれてたんですけどね、まあ、いや、人気者ですよね。砂川までタクシー飛ばしたら間に合わなかったですね。そうですか。残念、でもまあ、今年も年末ね、かけていろいろあるでしょうし、ね、うん、年末ね、またオファーがあればね、うん、まあ、どうなんだろう、ね、去年の続編とかやりたいですけどね。去年の続編でも、まあ、いろいろと場所がね、同じとこだったらどうかなと思うんですけど、六本木はもうちょっと違うとこにしたいですね、飽きちゃったから。どっか山とかね、山とかね、うん、まあ、前もってそのロケして、うん、はい、それをこう見ていただく、集まりそうなところ、まあ、ね、局のカメラで撮れればっ、ね、もっと鮮明なのが撮れますからね、はい、そうですよね。高尾山とかね、一度ね、うん、話があったんですよ、六甲山ホテルから六甲山をこう狙いましょうかとかね、はい、ああ、いいね。まあ、いろいろあったんですよ。で、まあ、他ね、日本ではいろんなところ、まあ、富士山もそうですけども、うん、青森の方にもいい、青森の方にも行ったんだ。あと京都にもいいのがありました。あと、そこにいくつかあるんですよ、三輪山とかね。三輪山ね、神々の山ですね。 あそこやれば落ち着きそうな感じ。あと和歌山ね。和歌山、和歌山の熊野、ほら、うん、熊野、ちょっとこの前写真、田辺ですか、 UFO の写真をそのあれしてくれいうことで、宇宙人が乗ってる、ああ、どこでしたっけ、あれ、あれはね、うん、根室谷。あ、根室谷か。根室谷ね、根室州が行ったとこだ。葛城さんっていうところに、うん、こうやるとね、ものすごい、その山伏が飛んでたんですね。そうなんですか。山伏も山伏。あそこね、谷はね、あの段、
断層なんですよ、うん、断層でね、あの四国を通って九州まで抜けてる断層なんです、うん、大断層なんですよ、うん、それがその根室谷に入ってる、でそこにね来てたらしい、あ、小学生の先生なんですよ、へー、でそのあの日本 UFO 研究会っていうのは昔あったんですけど、新井さんがやってたやつですか、あの新井さんじゃなしに、あの平田さんいう方がね、平田さんだった、うん、でそこにね来てたらしいんですが、友達のカメラを借りてね、で撮影したらねバーンと来てね、あの窓がねわー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 って映ってるんですよ、へー、でそこにそのなんか髪の長い人のような影ですからね、シルエットですからね、とこうちっちゃい宇宙人のようなね、あのグレーのような感じの人がね、なんかあ、おる、なんかおるな、なんかいるなっていう感じの、ね、うん、それがね、ちょっとあの連絡も取れないし、黙って使ってもね、うん、あの平田会長に鑑定してくれって言われて、その、うん、鑑定した後、その返却する前にちょっとだけダビングさせてもらったんですよ、うん、でそれをちょっとずっと持っててね、あ、うん、まああの見たら、うんうん、不思議なのは、うん、まああれですね、ちょっとこの UFO 観測をする人の輪も広がってきたんで、そうです ね、 ね、ちょっと 僕の来てる若手の人も紹介して、はい、みんな同時観測したらいいじゃないですか、同じ日に、うん、名古屋でも東北でもやりたい、全部出たら、うん、同じものが取ってきたら怖いですよね、うんうん、いつかそれができたらいいな、ね、まあいろいろね、あの、うん、関西でもそうなんですけど、あのスポットがあるんでね、まあ、うん、テレビ番組でこう紹介していただいて、まあロケができればね、そうですね、うん、わらがみ様で一緒にあの出たあのケンコバさん、はい、ケンコバさん、あれがあの、うん、大阪の初芝高校、ね、あのラグビー部の練習中に飛んでくるんでしょ、そうなんですよ、で行ったんですよ、そしたらね生駒山の方にブワーッと来ましてね、本当に、うん、俺もインタビュー来ましたよ、あの村さんが撮ったんですけど、ケンコバさんと村さんを見たのは何ですかって、うん、間違いなく UFO でしょって言いましたね、うん、あ、あそうなんだ、ケンコバさん の、 あの後輩がね、うん、もう浮かんでるのを見てるんですよ、へえ、ね、あの、まあ、女の子3人か4人ね、ああ何だろう、なんか上の方からね、はい、あのコンビニのね、うん、あのドアのあのこう開閉する時にね、コロコロンとかコロコロンとかいう、うん、そういう音がね、こう音がしてるんだ、メロディーみたいなの聞こえてたっていうんですよ、はあ、うん、はあ、面白い、いやでもちょっと楽しい、まあ話は尽きないんですけどね、そうですね、そろ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 締めの時間になっちゃうんで、いやもう楽しい話を、皆さんどうですね、今年のちょっと抱負を最後に一言言っていただければ、はい、そうですね、まあ、あの今年はあの、うん、いろいろなところ、京都の方にも行きましたんでね、うん、これからちょっとどこ狙いますか、沖縄ですか、北海道ですか、沖縄、北海道はどうなんですかね、攻めてみてもいいんじゃないですか、まあ、スポットがいろいろあるんで、うん、行ってないところに一回四国でやりましょうか、徳島とかで、そうですね、いいですね、ね、面白そうですね、いろんな場所、剣山とかあると、なんか映りそうですね、場所がありますんでね、うん、まあ、やんでみたいと思います、でもう来年の宇宙人コンテストは村さんに来てもらって、ぜひ来てもらいたいので、福島で UFO を呼ぼうぜみたいな、呼ぼうという、うん、これは面白いですね、頑張りたい、実現できたら、そうですね、はい、それも実現したいですね、そうなんです、うん、福島で UFO を呼ぶ、長くは活動できませんけども、あ、体が動く、うん、そうですね、あの無理のない時間で、うん、まあ、村さんまだまだ大丈夫ですよ、うん、大丈夫ですよ、100歳までもう全然元気バリバリ、ね、背中がね、なんかね、あ、僕の知り合いのマッサージ師紹介しますよ、今度、あ、知って、よく知ってるでしょ、はい、よく知ってます、元気な方です、うん、超元気なお母さんがいますよ、超元気なお母さん、うん、ガンガン踏んでもらうと多分元気になりますよ、村さんも、ということ で、 ということで今日は、ね、はい、村さんにちょっと UFO に関するお話をいろいろお伺いして、どうでした感想は、いやもう本当楽しかったです、あの、こんなにゆっくり村さんと喋るのは初めてなんで、あ、そうでしたっけ、そうなんです、いつも仕事でイベントで一緒になるっていう感じでしたから、あ、そう、今日はたくさん話せたのでよかったです、ありがとうございました、またいろいろ聞きたいこといっぱいあるので話は尽きませんけど、ね、話は尽きないですけどね、うん、村さん、はい、最後に一度聞いていいですか、はい、村さん結構アイドル好きなんですよ、あ、アイドル、キャリーパンパムちゃん好きだったんですね、あ、そうなの、そうですね、宇宙人の方が好きな方がいらっしゃって、まあ聞いてたらね、リズム感が、あれは多分ちょっと宇宙的な音楽らしいんですよ、キャリーさん自体が宇宙人っていうことはない、
フリーメイソンではないって本人は否定してましたけど、ね、本当フリーメイソンではない、宇宙人である可能性はあると思う、うん、で最近はどうですか、宇宙で流行ってるアイドルとか。そうですね、まあキャリーさん以外にまだ出てきてないですね、キャリーを超えるやつはまだ宇宙には出てきてない、はい、あそうですか、今後ちょっと注目したいですね。あとね、まあ、AKB とかの、はい、いろいろとあのグループありますよね、ありますね、あの中の方がなんか気に入ったというか、あのマスクというか、え宇宙人ですか、なんかね、あの子かわいいねとかね、誰だろう、誰の子ですか、うん、なんかね、名前忘れちゃった、でも宇宙人がなんかあの AKB 関連のある女の子がいいとか言ってた、うんうん、そうですね、あ、そうなんだ、 SKB とか、はい、SKE ね、うん、SKE ですか、うん、あと HKT ですか、 HKT とかね、なんかね、うん、チラチラとこう映るんですけどね、うん、あの子かわいいねとか、いいなんか好感を持ってるような、そうなんですか、あ宇宙人も意外とミーハーなやつ、僕はの名前わからないんで、うん、村さんに聞いても、まあ、ね、あの子はなんて名前や、うん、ね、そうおじいちゃんあの人あれだよ、うん、みたいな、まああのあと村さんの写真集出したいですね、あー、そうです、写真集ね、まあ、うん、仕事の総決算をね、そうあその宇宙 UFO が来ていて、でそれをこう撮っている村さんを UFO も入れて、その風景画があったらいい、難しいこと言いますね、うん、それ誰か撮ってくれないかしら、うん、まあ面白いっちゃ面白いんだけど、うん、そういうことで今日はどうもいろいろありがとうございました、ありがとうございました、またいらしてください、ね、またよろしくお願いします、はい。